小舟に乗って僕ら旅をする。おいら旅を始める。僕らは入れ墨を入れて森で魚を狙ってた。林の中に分けものを手に入れて僕のそばからいなくなった。ただの人、ただの人、気づくのが少し早かっただけ。ただの人、ただの人。バニラの香りで満たされたこの誠実な部屋の中で、おいらはもうすぐ戻してしまいそうさ。全てを戻してしまいそうだ。カレーライスはできれば食べたくなんてないんだ。幼い頃に見たあのわびしい幻、よみがえってしまう。神様見せてあげよう。ねえもっとしっかりしなくちゃ baby。 きっときっともっとうまく泳げるさいや。いつかもやあんただけに外を見せてあげよう。あとこのまま2分ぐらい続くんですが、今日時間がないのであのショートバージョンでお送りしました。おいらの神様、渡辺康俊でした。ありがとうございました。越谷また呼んでください。ありがとうございました。ありがとうございます。